Welcome to Gundam Online. どうも、シェビです。通り過ぎちゃう、ドベンウルフ SW。強化していきましょう。こいつは、重めの武器を必ず、どの機体もそうですけど、重めの武器を装備した状態で強化していきましょう。で、ドベンウルフ、こいつもドベンウルフもそうなんですけど、ものすごく積載量があるので、銃撃は全体的にそうですね。今回はマシチケではなく、ノーマルチケットへの強化をします。なので、積載量はほどほどでいいかなみたいな、まあもうこれでいいかなぐらいな感じです。あと他を強化していきます。強襲とかだとそもそもそんなにね、ないので積載量が足りないので結構強化しなきゃいけないんですけど、盾を持ってるからね、銃撃の場合は比較的余裕があります。まあブースト効率が上げてもいいんですけども、ノーマルチケットの強化ということで、他を優先していきます。で、武器がですね、弾数が少なめの機体になっているので、緊急機ともちょっと意識して今回は上げていきたいですね。様子見てね、失敗がね、何回か続いたらね、私はもうリセットしますからね、容赦なく。するんだ。あそこでもします。で、最初の1回は必ず大成功待ちです。で、まあ、今まんべんなくあげましたけど、まんべんなくあげるのはどちらかというとマシチケであげるときですかね。ノーマルチケットのやり方はこんな感じです。ひたすら1項目をマックスになるかやって、なれば他行くみたいな。10回がメントですかね。あと3回のうちに、これで長なかったらリセットです、はい、なんでね、 GP がね、このやり方は GP が相当ある方用ですね。結構序盤って GP そんなないんで、こんなになんか何度もリセットはできないと思うんですけど、さああと 8% を引いてくれ。あと 14%20%、 10回でできませんでしたね。残念です。あら、もう100個使っちゃったの。もう100万 GP ぐらいポーッと飛んでいきますか。もう積載量いいやみたいな。まず話はこっちだ。うわー、失敗出ちゃった。あと2回。さあ、ここで出なかったらお疲れさん。なぜかっていうと、結局最高速度は低いんですよ、銃撃は。ブースよりはあるんですけどね。なのでここをしっかり上げておかないと、後々おっせってなるんです。1355いくかいかないかでしょ、これ。1342ぐらいじゃないですか。ラスト。よいしょ、来いよ。いや、来いよ。まあいいや。はい。1355かな。
あと8だから55ですね。56までってなってますけど、急削ですよ。急削と同じ速度ですよ。あとはまんべんなく上げていきましょう。この左側3本をベースに。ただノーマルチケットだと7割ぐらいからが成功率がガクッと下がってくるんで、まあ、このぐらいからはもう他を行った方がいいです。私は最高速度を重視するがゆえに最高速度はちょっと無茶しましたけど、他はあんま無茶しないです。緊急気筒がとにかく低いんで、なんでここで失敗するの。もう一回、あーは、あと積載ですかね。これはもうあのまんべんなくあとバランスよくやってます。積載はなんで上げるのかっていうと、ブースト効率がちょっと上がるんで 1% 上がると。まあそんなに足した数字にはならないんですけど、言っても100と1 10とか上がるぐらいですけど、まあ 1% 上がると強化1回分ぐらいは、 1回か半分ぐらい分が上がるっていう感じだと思っていた。今はなのでそんなに積載量がめちゃめちゃあったらいいっていうわけでもないですね。他を優先してみてください。まあ、58で高く、結構高くなった方だと思います。ノーマルチケットでは今回緊急気筒を上げたんでね、だいたい47から行って60ぐらいです。今回だから結構行った方ですね。で重めの武器を装備してます。私はノーマルなんで、ノーマル側でいいやと思っているので、こんな感じですね。でブラスト弾2連にしてるんですけれども、ここ効果範囲が狭いんです。この武器早い、弾速早いんですけど、こっちの方が効果範囲は広いんで、ならばどうしようかっていう話です。そうなんです。入れ替えてここをバルカンにするって感じですね。まあこれ多分2問かける2なんで、これでいいと思います。射程がね長いんで、480より540だいぶ長くなるんで、まあ、こんな感じの武装にして、それすると結局最初重めの武装でやっていたから、ブースト効率がさらに強化されました。このバルカンはちょっと変えるかもしれないです。まあ、ロケ種なんでバルカンを変えてね、爆弾メインにするかもしれないですけど、敵に寄られた時すごくしんどくなるんで、まあ、そんなこと考えなくてもいいっていうのもあるんですけど、爆2倍になるんで、まあ、ここはしっかり強化しておきたいですね。あとはまあロックオン、私はチャーバズはロックオンしないんで、人によってはすると思うんで、その辺は上げていいと思います。リロードか射程距離かって感じですね。まあ、リロードでいいでしょ。6連式、この1回目は大成功、大成功狙い。まあ、ここは2連式の方にするかもしれないんですけど、ただ今は以前昔ちょっとダウンポイントが出る前でこの機体がいたら、多分2連式の方とか一発式の方を採用するんですけど、今はどちらかというと手数でしっかりと当ててダウン、相手のダウンゲージを削るっていうスタイルが主流なので、こうやって手数がある武器の方が立ち回りがしやすいんですね。
そういった理由から、バッ、あの、爆風も広いですし、こいつは、この武器は。ちょっと色土地が低めなんで、最後まで色を上げます。まあ、こんなもんでしょう。で、バルカンですね。かける2です。2発一瞬出るんで、なんでまあ今回にしとけば1発10ダメージ上がるかなみたいな。近距離で使う武器なんで6音を高めにしておきましょう。まあ900以上、これ以上あるとちょっと相手に寄りすぎちゃうんで、まあ、900ぐらいで十分です。あと射程距離か集団って感じでしょうか。そんなにこれメインで戦う武器でもないので、リロード値は特に意識しなくてもいいかなとは思います。多分これを撃ってる途中にまたハンドビーム砲とか撃ったりするんで、まあ、こんな感じですね。あとは武器人によっていろいろとあると思うんで、ブラスト弾を強化したりとかですね。ブラスト弾はどうだろう、8発撃てるからF がいいかもしれないですね。またバージョンが変わった時にのためにって感じですかね。これも同様に爆風武器系は威力と効果範囲を意識してあげます。あとはおまけでリロード、射程、リロードやロックオン、ものによってはロックオン、これ弾速速いんでロックオン上げても空中で当てられます。で、5回まででマックス行かなければ、マックス近くに行かなければ、私はリセットすることにしてます。まあ、こんな感じですね。あとゲージが3つのやつは、基本的に3つ全部上げるぐらいの勢いで、もしくは、1個は確実に威力はとかしっかり上げて、残り1つ、2つは半分ずつとかですね。3つのやつは比較的上げやすいですね。なかなか出ない。まあそんな感じで、これは多分使わないと思うんですけど、一応、バルカンが微妙だった時用に、ですかね。一応、やろうかなとは思いますけども。とりあえずまあこんな感じの武装になりました。クイックチャージを入れるかどうか悩むところなんですけども、まあ一つクイックチャージぐらいモジュール入れてもいいかなとは思います。チャージビームライフルのチャージを短くするためです。そして45秒プラスになるので、まあ、その辺難しいところではありますね。それだったらもういつのこと3入れちゃえばいいんじゃないのみたいな。だいぶ重くなりますけど、コスト360相当になりますが、まあその分チャージが早くなるんで、手数が増えるかなという感じです。そんな感じでございました。それでは今回この辺で、ドベウルフの SW キーを強化していきました。参考になれば。シルビでした。